アブドゥルハフィーズ・ゴーガは、リビアの法律家、人権派弁護士。2011年リビア内戦で、ベンガジにできた反カダフ勢力のリビア国民、評議会スポークスマンとして活動し、その後は、NTC の副議長を務めたが、2012年1月22日に、NTC に対する抗議デモを受け、副議長を辞任した。ゴーガは、今回の内戦による、リビアの分割、 分裂などありえないとして、ムアンマル・アルカザーフィー政権とハンカダフィ勢力が国を二分する内戦に発展することを否定し、あくまで国民評議会によるリビアの統一の維持を主張している。また、国民評議会を代表し、欧米を中心とする他国のリビアへの干渉を望んでいないことを明確にしている。しかし、リビア国民の間には、 ゴーガがカダフィ派から反政権側に倶れ替えした経歴に対する不信感があり NTC に対する抗議デモが発生2012年1月22日にリビア国民の利益のために副議長を辞任すると発表したありがとうございます